皆さんこんにちは、トショウです。今日は久々に友達の京太ちゃんと、はい、ジミーパノラマでダウンヒルしようってことでよろしくお願いします。はい、お願いします。ちょっと待って、ね、久々に今日俺こうねラフに走れるから楽しみですよ。てんやわんやするタケピーが先頭行くんでしょ。ここえ最高最高です。ちょっと待って待って待って、よろしくお願いします。やばい全然わかんないぞ。大丈夫大丈夫、タケピー考えながら走る癖があるからやっぱ直感で走れるね能力を身につけた方がいいよ。はい、行ってみよう。ちなみにこのコースめったに走んないわ。二人いると見えねー、見えまへん。何ちょっと楽しいかもしれない。これ見えない見えない。楽しいやん。最近ちょっとね車を買いまして、車動画はねまたちょっと別で涼しい日にしっかり撮影してみんなにお届けしようかなと思うんですけども、まあハイエースからねハイラックスに変えましたよと。ロマンの塊ですね。そうで、これからねハイラックスベースの動画も結構ねアップしていきたいなと思ってるんで、まあ引き続きよろしくお願いします。で今日暑いね。それよりねめっちゃ暑いっす。どうすか、でもタケビちょっと覚醒しそうな感じだから今日しっかり追っていこうかなと思うんだけど、なんかハンドル7割、はい、まあ前輪7割後輪3割ぐらいのなんかバイクコントロールなんだけど、それを前輪に集中しちゃうとやっぱ体重が前に乗っちゃうから、なんだサスペンションが動かなくなっちゃうんだよね。押さえつけちゃってで自分の重さも乗っかっちゃうしハンドル使えないしっていう、それをね逆の割合にしたリアで7割コントロールしつつフロート3割ぐらいのイメージで、まあ、そんな感じです。はい、やっぱダウンヒルしないと遅くなりますね。意外と早いよね。いや早いっすよ、うん、元エリートフィジカル、俺の2倍ぐらい体力ある感じだからさ、まあ、フィジカル、うん、フィジカルな、まあ、下りは俺の方が早いね。ファンレターこちらまでお願いします。これ貼っといてね。うん、ごめんごめん、激しいねスパルタ、スパルタ、スパルタ、スパルタライディングなんで、ここでこけたら痛いよ大丈夫大丈夫、笑顔で転んでったんで今ジミーパノラマのレストランはね結構メニューが豊富で美味しいんですよ。僕のおすすめは山賊焼き定食か肉は重いわっつったら結構ねチャーハンを食べてる感じですってことで、ランチでございます。山賊焼き定食で煽っといてソースカツ丼を選んだんですね。熱いよ熱い、うまい。バノラマのなんかレストランでこう食事をしてる動画を撮るのが初めてかもしれないんですけど、しっかり調理してる料理が出てきますね。あのギリギリ走行なんとかなんないの、ギリギリで走ってるつもりはないのか。ないっすよ、安全だと思って全部いってるんでしょ。それをな修正すると本当タケピーのなんか長所をなくしてしまいそうで俺は怖いんだよ。もっとイケイケガンガンで行っちゃった方がいいかもしれないとか。子供がサクサクじゃ美味しいよ。いやーめちゃくちゃ暑いです。友達が見てました、すごい。僕の撮影の裏側をで、ここ半年ぐらいこのシューズをね使ってるんですよ。スペシャライズの 2F4 フラット DH というねダウンヒルモデルで、トレイル向けのやつがルーストっていうモデルが出るんですけど、こっちの方がまあアッパーが丈夫で耐水性が
て、エリソールのこの下の構造が固めになってるんで、まあ、ペダリングがねしやすくなってるよと。これめちゃくちゃ調子いいですね。僕がリロ510とかのシューズも使ってきたんですけど、これこっちの方がグリップがいいかなと思っています。で、耐久性も結構良くて、もう使い始めて半年ぐらい経つんですけど、こんな感じで、まあそんなにこうボロボロになるほど減ってないよっていうので、おすすめのシューズです。今日ねめちゃくちゃ暑くてですね、なんか全然乗れないですね。水分補給まめにしないと。なんでこれからパノラマ結構来ますよっていう人は、しっかり水分補給して、なるべくね日陰とかに入ってもらった方がいいと思います。今日は友達含めていつも走ってる仲間の人たちとかがいて、すごく楽しい一日でございます。上ではねソフトクリーム食べれるんで、これから食べてくるんですけど、どんだけ食うんだよってねさっきからさっき飯食ったばっか。さっきビーも彼女と来たら、はい、ここあーいいですね、ソフトクリームペロペロしてやりますよ。元祖男気はもうこの人神だから、トータから始まったと言っても過言ではない2連勝しちゃいます今日。早速やりましょうか。最近ねダイエット中なんですよね。体重減らそうかな。450円330円かと思ってた。まあ大丈夫、みんなお金は持ってるから、うん、気にしなくていいよ、俺が怒るから。いいよ、俺が怒る。いや俺が怒るん。ミルク一つとルバーブ一つとミックス、ミックス、おかけは一緒で。はい、いいですか。はい、せーの、おっとこじゃんけんじゃんけんほい。あっ絶好調だね、朝から。最高っすね。元祖男気チャンピオンは違うよね。まあ終わってやれて嬉しい。強すぎですよ。ぜひみんなパノラマ来たら食べてみてね。ソフトクリーム美味しいんで。私ルバーブです。まあ、ソフトクリームも食べ終わりましたんで、ちょっとこの後はね同級生ライドしてみようかなと思います。中学一緒でちょっとチャリ乗ってて、うん、で高校は途中から始めて、社会人になってから完全復活みたいな。メンバーになってくれるぐらいガンガン打ってほしいけど、俺的に六甲レーシングっていうね秘密結社のチームメイトなんで、まだ一応釣り部何言ってんだみたいなそれじゃあ A to B で行きましょうか。はい、走っていきましょう。はい、じゃあ同級生ライド行ってきますよ。頑張ってついてきて。はい。
り稽古です途中で待たせないでください僕を。少し変わっちゃいましたね。うん、やばっ。危ねえ。やばっ。降りようよ。技技。やばやばかったっすか。マジでやばかったっすか。あれやばいね。ちょっとマジ死ぬかと思ってよこける感じではなかったっすね。いい絵撮りましたか。撮りましたね。あれはお疲れ様です。お疲れ。ごめん、ちょっと持ってて、はい、助かりましたよ。楽しかったっすね。今日楽しかったです。これ良くないですか。あ、これですか。ペダルカバー、ダイドオアシスっていうメーカーで、深谷さんがね取り扱ってる商品なんですけど、ここは積み下ろしの時に車をね傷つけないようにするために買ったっていう感じなんですけど、室内結構ガリガリやっちゃうじゃん、フラペだと。やっちゃいますね。ピンでそう布とか切っちゃうとやばいからはおすすめです。1パック2枚入ってるんだよ。それで1000円か2000円ぐらいだったと思う。結構いいですね。そうボロボロになることを考えたら使った方がいい商材なんで、なんでぜひぜひ気になる方はマジで買った方がいいと思う。これあとねフォックスのテールゲートカバーだ。これハイラックスサイズになってるみたいです。しっかりゲートぴったりぴったりっていうのが売りなんですよ。ということでエンディングでございます。ちょっと秋感じるような雰囲気もあるんだけどまあそんな感じで夏をね楽しんでいけたらいいなと思います。で車動画もねまたちょっとこうしっかり紹介していくような動画を結構上げていこうかなと思いますので、楽しみにしていただければ幸いです。ということでこの動画良かったと思った皆様、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。